はい、完成しました。お友達に編んだセーターです。ムーランルージュさんの引き揃え糸、これと七色彩色引き揃え糸に引き揃えて編みました。こんな感じです。これから水通しします。市川さんのみんなのセーター、あー色がな、みんなのセーターっていうパターンで、あ、編みました。あ、色がわかりづらいけどいい感じで、この引き揃え糸と七色彩色の引き揃え、いい感じ、かわいい色合いになりました。もうちょっと黒いんだけど、こっちの上のが真っ暗でわかんないんだけど、引き揃え糸だけで編んだみんなのセーターです。あ、北のバームで編んだ引き揃え糸だけのやつで、こっちが七色彩色も引き揃えたっていう感じで、こっちはね結構薄手の生地なんで、やっぱり秋とか春ですよね、そのくらいに、冬はちょっと寒そう。こっちはめっちゃあったかいんで、真冬でもいい感じです。3ミリの針でこれ2本取りしたんで、もうめっちゃ目が詰まってくれて、サイズは1号、あ、 1サイズ、一番ちっちゃい大人サイズ編んだんだけども、結構大きめになっちゃいましたね、やっぱり糸が太かったから。でもすごい目がきっちりほんと詰まったんで、もう真冬よ、これからよ。どっちも可愛いですよね、色合いが。同じパターンだけど、同じ糸使ったけど、あー色がな、ニュアンスが変わって可愛いです。でね、これがもうすんごい大容量で、まだ残ってんだけど、ムーランルージュさんの北のバーム、これでセーター1着編めますよっていうのが売りの引き揃え糸だと思うんだけど、2着編めました。これがもともといっぱい入ってたのかな、なんかグラムでさ測って売ってくれているので、この糸が軽い糸だったのか細い糸の引き揃えだったからか、長さがいっぱいありました。そんな感じで友達とお揃いのセーターができました。色違いっていう感じで、まあちょっと気に入ってもらえるかわかんないけど、まあパジャマとかにしてもらえると嬉しいなって思いますね。家の中でこれから寒くなるんで、もう結構あったかいからいいと思う部屋着にはちょうどいいと思います。喜んでもらえますように。こんばんは。はい、そういう感じでお友達にセーターを編みました。ちょっとお友達もこの YouTube を見ているので、ネタバレにしたくなかったので、あんまり更新してなかったんですけど、無事に届いたようでよかったです。なんか私がね来たら結構丈が短いかなって思ったんだけど、お友達はどう短なので、いい感じにねかっこよく着てくれて、パジャマにしてもらえるだけでも光栄なんだけど、着るよって言ってくれてとっても嬉しいです。すごいね、着画もね載せて見せてくれたんだけど、すごい似合っててかっこよく着こなしてくれてまして、超嬉しいです。ありがとうございます。
そんな感じで、みんなのセーターを編んで、今はこのアラン模様の靴下を、これは一足目終わったんで、今は一足目つか片足、もう片足編んでまーす。これ編んでのと、このキラキラセーターを編んでまーす。あ、キラキラセーターじゃない、ダイヤモンドセーター。キラキラしてるからキラキラセーターって言っちゃった。ダイヤモンドヨークセーター。全然わかりづらいんですけど、こんな感じ。わかりづらい。これ、ここは北のバームとヨークちゃんのヨークヤーン。1個目のダイヤは北のバームとヨークヤーンで、2個目のダイヤはちょっと紫っぽいんだけど、これも北のバームともみの木ヤーンで、3個目は水色が入ってきました。北のバームとモービットキッティンファイバーさん、サヤさんの、テゾメイト。全部テゾメイトを引き揃えて、あのダイヤモンドセーター編んでます。めっちゃ可愛くなりそうです。こんな感じ。ちょっとね、輪針が短くて広げらんないのが残念なんだけど、可愛いです。もうね、もうちょっとでダイヤが終わるような気がしてるけど、まだ終わんないのかな。はい。靴下とセーターを編んでおります。で、靴下をね、私いろんな人に渡したい人が増えて、これも友達に渡す予定なんですけど、いろんな人に渡したくって、なんかやっぱ冬になると毛糸の靴下をプレゼントしたくなるなと思って、あのいろんなね、アンケートをインスタで取らせてもらって、まず伊賀谷さんの靴下と一本取りの靴下、どっちもらったら嬉しいですかっていう質問させてもらったんだけど、どっちもらったら嬉しいですかって質問させてもらったら、なんか結構64くらいだったかな、64くらいで、あの一本取りの靴下の方が嬉しい人が多くて、伊賀谷さんの靴下もまあまあね、4割くらいの方は欲しいってアンケートを答えてくれたんだけど、あのみんなね、手編みの靴下編める人に、私アンケート機能を使ってアンケート取っちゃってるもんだから、なんかみんな伊賀谷さんの靴下なんか履いたことないし作ったことないから欲しいみたいな感じで、あの答えてくれる人が多くって、あの私全然ね、手編みの靴下をあの履いたことがない人にプレゼントする予定なので、編み物やってない友達にあのプレゼントする予定だからね、あのそういう人はどっちの方が欲しいんだろうと思って、そうそう、もう靴下作れる人は伊賀谷さんの靴下欲しいかもしれないけど、靴下作れない人はやっぱ普通の一本取りの靴下が欲しいのかなと思って、旦那さんにも聞いたら普通の靴下が欲しいって言ってたんで、友達には普通の靴下をプレゼントしようかなと思います。まあ普通にね、アンケート機能の結果も普通の靴下が欲しいって人が多かったんで、まあ一本取りの靴下がやっぱプレゼントするには
いいのかなって思いました。そんでね、今もまたね、アンケート取らせてもらってて、派手なソックヤーンで普通にメリヤス編みの靴下か、シンプルな毛糸でこう模様をいっぱい入れる靴下か、派手な毛糸で模様を入れる靴下、3パターンでどれがいいですかっていう質問をさせてもらってるんだけど、今のところの結果だとシンプルな糸に模様が入ってる靴下が欲しい人が 67%、 派手な糸にメリヤス、普通にシンプルな編み地の靴下が欲しい人が 29%、 派手な糸にアラン模様が 5% っていうことらしくって、結構ね、編み物してる人はシンプルな糸を使ってアラン模様の靴下が欲しい人が多いみたいなんだけど、私が持ってるシンプルなソックヤーンってさ、もうなんかもうこういう、これちょっと飛び出してる、赤、原色の赤、原色の青、原色の茶、原色のオレンジ、ピンク、なんかこういう色ばっかりで、これでさ、アラン模様作ってもいいんだけど、なんか既製品感が出ちゃうかなみたいな、どこにでも売ってそうな靴下ができちゃうかなと思って、手染め糸とかでね、アラン模様の靴下を作るんだったら可愛く出ると思うんだけど、手染め糸、私買ってるけどさ、いろんな人の手染め糸、渡したくないじゃん、友達には自分で自分で使いたいから、手染め糸のソックヤーンは友達にはプレゼントしたくなくって、で自分で染めようと思ったんだけど、で小糸屋さんでこのカセの毛糸を買ったんですよ。でもちょっとね、いや、これソックヤーン用じゃなくって、まあウールとナイロンが混合で入ってる糸で、中細で、まあなんか内容的にはソックヤーンっていう感じのカセの糸をね買ったんだけど、ちょっとね硬め、ちょっと市販で売られてるソックヤーンより、まあこれソックヤーンとしては売られてなかったからね、普通のソックヤンとして売られてるやつよりちょっと硬くてゴワゴワしてる感じがあるから、なんか人によってはちょっとかゆくなっちゃうかもしんないなっていう感じの糸で、でも私はもう超ありがたいので、これを染めてね楽しもうと思うんだけど、ちょっとプレゼントするには、初めてね手編みの靴下を履く人はさ、やっぱさ、あったかい、気持ちいい、手編みの靴下ってすごい履き心地抜群って思ってもらいたいから、これはちょっと編み物慣れてきてる人、毛糸のことをよく知ってる人にプレゼントするのはいいかもしれないけど、初めての人にはやっぱなんかソックヤーンとしての毛糸で編んだ靴下を履いてもらった方がいいのかなと思って、で普通のさソックヤーンさ、染色する用のソックヤーン高いから毛糸なんかそれは買ってなくって1000円くらいすんだもん、一かせ。だからやっぱオパールとかでプレゼントしようかな、普通のオパールとかフリーソックとか
かわいい。まあ、これとかでも別にちょっと色が褪せてる感じのやつだったらアラン模様入れても可愛いかな。結構ビビッドな、すごい派手派手なオパールはさ、あんまりアラン模様しない方がかもしれないんだけど、これ何なんだろう、よくわかんないけど、ちょっと色が薄めの段染めの毛糸だったらアラン模様してもいい感じに収まるかな。 なんかもうアラン模様が可愛いっていうか、表編みばっかりやってんの飽きてきちゃって、アラン模様入れたいなって。 アラン模様じゃなくてもいいんだけど、なんか模様を入れた方がね、なんか楽しく編めるから、模様を入れた靴下が編みたいんだけど、派手なオパール系といっぱい持ってんだけど、派手なやつとアラン模様ちょっとね、組み合わせ良くないかなとか。やっぱメリヤス編みで楽しむべきなのかなとか思ったり。あ、でもあの、なんだっけ、ねじり部っていうゆっかさんの系、パターンのなんかあるじゃないですか、ねじり部っていう靴下のデザイン。インスタとかでよく出てると思うんですけど、それだったら結構派手なオパール系統でも収まりよく、ガラガラしないでいい感じに模様出てくれるかなとかって思って、まあでもなんかどの系統でどのデザインを編もうかなって考えるのも楽しいなって思ってます。やっぱこの時期は毛糸の靴下を編んであげたくなっちゃうんだけど、しかもさ、なんか私いつもさ、なんかウェア持ち歩いて編んでんだけど、靴下めっちゃ持ち歩きやすって改めて思っちゃって、なんか。めっちゃ便利じゃんって 思いました。だから靴下編みまたね、はまってきちゃってて いろんな側ヤンが欲しくなっちゃって、いろんなパターンも買いたくなっちゃって、本当に大変。側ヤンいっぱいあるんだけど、まだまだ買いたくなっちゃったし、なんなら、じゃーん、よくちゃんのクリスマス側ヤン、クリスマスヤン、あ、今が来た。買いました。めっちゃ可愛いの。まだ袋から出してません。これがね、25g ずつ、1かせ 25g ずつのかせだから、片足1個作れないから、まあこれ組み合わせてね、作るんだろうけど、足首から上だったら見えるけどさ、足首より下になっちゃうと見えない柄が出てきちゃうから、どうしようと思って、どうしようかと思って、この枷の糸を買いました。中細の枷の糸だから、この足のところね、ここはさ、もう靴で見えなくなっちゃうから、別にここは自分で染めた毛糸で編んで、足首から
くるぶしから上、くるぶしから上はよくやんで編めば見せびらかすことができるし、いい感じにね、 25g でくるぶしから上だったら 25g で両足分取れるんじゃないかなと思って、あの自分で糸染めてやってみようかなと思ってます。まああとはコリーヌとかもね、まだ余ってるから、コリーヌとかとよく編んでもいいと思うしとりあえずあのこの足んとこね、この足んとこに翼ヤンが来るのはちょっともったいないなと思って、あの急いで小糸屋さんで買いました。でも小糸屋さんでもこのね、カセの糸売り切れちゃってて、そうちょっといいタイミングで買えてよかったなって思ってます。この前ね、あみともさんとあの LINE 電話しながら編み物してたんですけど、うんさあめっちゃ楽しくって、そのお友達さんがね、いくつなのかとかって全然知らないけど、多分同世代じゃないんだけど、もう全然ねそんな世代とか本当に関係なくって、めっちゃ楽しくって、なんかずっと喋ってたしこうふと画面を見れば編んでる人がいてね、住んでるところも世代も違うのに話がすごいね盛り上がるし、なんか本当に編み物ってすごいなんか繋いでくれるな縁をって思いました。私がもう全然ね編み物できない時、なんかウェアとかも全然編めない時から仲良くしてくれていて、でもそのお友達さんたちはもう何でも編めるんだけどね、ほんと英文だってスラスラと編めちゃうし、もう大体人気のパターンは全部編んでるのねだからもうほんと私から見たら先生だし分かんないこと一つもないじゃんっていう感じの人たちなんだけど、なんか私が YouTube 始めて間もない時から仲良くしてくれて、何をね私の動画を見て楽しいのかよく分かんないんだけど、そんな何でも分かる人たちがでもなんかね私の動画楽しんで見てくれてるみたいで仲良くしてくれて、もうほんとなんか靴下しか編めないみたいな時からすごい、よっちゃんすごいよみたいな感じでね、なんか仲良くしてくれるんですよ。ありがたいですよね。何がすごいのか全然わかんないし、だから私もねわかんない時とか、その編み図の見方が全然わかんない時とか、いつもねお友達に教えてもらって編み進められてて、本当に感謝感謝です。そんでとっても楽しい時間を過ごせました。なんかさ永遠に編んでられちゃう、電話しながらずっと編んでたな、ほんと。もうね楽しい、私もすごい楽しかったし、お友達たちも楽しい
楽しそうだった、楽しんでくれた。なんか私みたいな、へっぽこ初心者と一緒にさ、喋ってて、何のね、有益な時間にもならないと思うのに、楽しんでくれて、嬉しかった、本当に。ありがとうございます。なんか、私も、こうやっていろんな人に編み物を教えたりとかして、編み物人口を増やせるような人になりたいなって。お二人はねすごいね、何でもできるから、私の活力になるっていうか、お友達さんたちの投稿とか話聞いてるだけで、編みたい編みたい編みたいってなるから、私もそれも編みたいなとかって思うから、そういう風な人になりたいな私もって思いました。この前ね、この前つか、私、ラジオいっぱい聞いてるんだけど、クリーピーナッツのね、ラジオよく聞いてるんですけど、クリーピーナッツってどういう人たちなのか全然知らないし、歌もね、なんかラジオが好きだから歌も聞いてみたんだけど、なんかちょっとラップばっかりで、何ちょっとあんまりね分かんなかったんだけど、でもねラジオのおしゃべりがすごいね楽しくって聞いてんの。2人いるっぽいんだけど、どっちがどっちの声かもよく分かってないんだけど、2人のおしゃべりが楽しくって、結構に人気の人だと思うんだけど、私全然知らないんだけど聞いてて、でなんかこの前のラジオでクリーピーナッツのなんかどちらかの人が関西出身の方で、関西弁、伊勢関西弁か本当の関西弁か見分けることなんてすごい簡単だみたいな話になって、でなんかそんなこと言うならやってみようじゃないかみたいになって、番組でね いきなりじゃあなんかいろんな人たちがその番組に電話してきて、ランダムで当たった人は関西弁を喋らなきゃいけなくって、本当の関西人が関西弁喋ってるかもしれないし、東京在住の人とかが関西弁をね偽って喋ってるかもしれないっていう、で誰が本当の関西人の関西弁本当の関西弁を喋ってるかどうか、関西在住で関西弁を喋ってるかどうかっていうのを当てるゲームをしていて、もうやっぱりね、なんかね、私が聞いてもわかるでしょっていう感じなの。東京の人が偽って喋る関西弁は。それがめっちゃ楽しくってさ。私だったらもうちょっとうまく喋れんじゃないかなって思ったんだよね。結構さ、私、お笑い番組、見てるし、お笑いのそのラジオとかも聞いてるし、あと編み物もさ結構関西の方多い気がして、関西の方とねやり取りすることも多いから、私結構関西弁に自信あるんだけど、ちょっと喋ってみてもいいですか。この前な、私な、足の爪がめっちゃ変な形やねん。多分走りすぎてな、すごい足が曲がっ、足の爪がすごい分厚くなって、変な方向向いてんねん。
だから普通の爪切りじゃなかなか切れないんねんけど、あのこの前なアマゾンで2000円の超高級のあの爪切りをね買ったんよ。もう2000円の超高級で、あの口コミもめっちゃ良かったから、もう普通の爪切りじゃ切れないし、あのなんかもう爪が変な方向向いてきてな、あの靴の中でなんか変なところに当たっちゃって、もうすっごい痛かったねんか。だからあの病院行かなきゃいけないレベルだなって思ってたんだけど、この高級の爪切りでちゃんと爪切ればどうにかなるかなって思ったから買ってみてん。2000円の超高級爪切り、それがさめっちゃくちゃ切れるでんよ切れるんよ、めっちゃ切れるんよ本当に。あのもう超感動しちゃってあもうびっくり。私は足の爪がねおかしくなっちゃったから、それ2000円で買ったねんけど、あの普通の足の爪の人もね、もうほんと切ってもらいたいって思ってるわけ。もう戻れない。いつも100均の爪切り使ってたねんけど、あのもう100均の爪切りには戻れないし、本当にめちゃくちゃ切れ味が良くて、あもう毎日足の爪切りたいって思うわけ。でもさ感動しちゃって、が多分あのまあそんなに走るな、ランニングのせいだからランニングちょっと控えろよっていう話ではあると思うねんけど、あもう本当にすごい変な足の爪がすごい変な人にもおすすめだし、普通の足の爪の人にもおすすめだし、マジでもう全人類におすすめしたいって思ったのよちょっと感動しすぎてこれどうしても言いたかったねんけどこの編み物の動画で言う話じゃないよねっていうあどうでした私のエセ関西弁、なんか関西弁の人、本当の関西人の人が関西エセ関西弁使ってる人見るとすごいなんかゾワゾワするって言うじゃないですか。ゾワゾワしました、ゾワゾワさせちゃったかな。私なんか自分では結構関西弁喋れてるって思ってるんだけどそんなことない、関西弁に憧れてるんだけど、まあでも本当にね、あのその足の爪切りのお話は本当なんでまあちょっとね高い爪切りみんなも試してみてください。あの私ほんと病院行かなきゃいけないかなっていう思うレベルでなんか痛かったんだけど、全然爪をちゃんと切れたことによって快適な日常を過ごせていて、あの買ってよかったものランキングナンバーワンっていう感じです最近は。超どうでもいいどうでもよすぎてびっくりなんだけどさ、もう関西そのクリーピーナッツのさラジオ聞いてもらいたいんだけど、ちょっとあの YouTube 載せと、概要欄載せとこうかなめっちゃ面白くってさ、本当にすごい下手くそな人は下手くそなのよ関西弁とか言って、私だってさ全然今上手に喋れてなかったと思うんだけどさ
関西弁当てゲームめっちゃ楽しかった。また関西弁を関西弁を取得したいなって思ってますので、関西弁レクチャーしてください、私に。いろんな方と、いろんな関西の方と喋れば、関西弁マスターできるかなって。マスターしたところでって感じなんだけどさ。なんか関西弁かっこいいんだよな。あとさ、どうしても今日仕入れた情報なんだけどさ、関西と言ったらなんだけどさ、なんか奈良ってさ、金魚で有名なのかな、金魚の町なのかな、なんか金魚の町みたいなところがあるみたいで、金魚すくいの大会みたいのがね、行われたらしくって、なんか最近ね、でその金魚すくいの大会で1位だった人ね、なんとね、1分間ん違う3分間で88匹すくったらしいよ、金魚。いや、めっちゃ強いと思って。3分間で88匹ってさ、なんか別に金魚じゃなくてもすごいんですけどって思ったんだけど、金魚すくいの大会があることにもなんか驚いたし、なんかそんな人いいのっていうのも驚いたし、金魚そんなすくってどうすんのって感じだし、金魚もね、なんかその金魚すくいの大会の他にも金魚品評会みたいなのがあって、どの金魚が一番綺麗で美しくて輝いてるかみたいなのもね、同時に行われてたみたいで、やっぱ高級な金魚とか、なんかいい金魚っていうのがいるみたいね。全くわけわかんない世界すぎて、超聞き入っちゃった。東京 FM で流れてたんだけどさ、あ、そんな世界あるんだって。私たちが編み物にはまるように金魚にハマってる人もね、いるんだなと思うし、私たちがさ、あ、もうメリアスめっちゃ早いみたいな、あの人のメリアスめっちゃ早い、すげえって思うのと同じように、金魚の世界では、あの人3分間で88匹もあれでだよ、あのなんか虫眼鏡みたいなやつでだよ、あの真ん中が白い和紙みたいになってるやつ、あれで88匹だからね、あのすげえってね、メディアス早いのすげえと思う人もいれば、金魚いっぱいすくえてすげえっていう、なんか多分似たような世界だよね、きっと。ちょっと今日金魚の世界に触れてびっくりしたという話でした。ねえ、後半超くだらない話で本当に申し訳ないんですけど、私の YouTube 対して有益な情報いつも流れてないので、まあまあ皆さん最後まで聞いてくれた方はいるのでしょうか。ありがとうございます、聞いてくださって。まあという感じで、友達に何を編むか、どの糸で靴下を編むか、ダイヤモンドヨークセーターも楽しみつつ、靴下編みも楽しみつつっていう報告でした。またこれもね、可愛いんだけど、普通にさ、段染めでさ、模様入れてもいいかな、普通にオパールとかで模様入れてもどう、ちょっとガラガラしちゃうかな、
まあこう悩んでる時間も楽しいですよね。ということで超くだらなくてすいません、ありがとうございました。